just have one alone. Because it's 世界三大ミスコンの一つ、ミスインターナショナルの各国代表が熱海市の MOA 美術館を訪れ、日本の伝統美を満喫しました。各国の代表は世界大会を前に日本の文化や芸術に触れるため、ジャパンツアーと称して日本各地を巡っています。 MOA 美術館では漆芸作家室瀬智也さんから蒔絵についてレクチャーを受けました。そして金粉をかける工程を体験したり、尾形光琳の屏風絵を鑑賞したりしました。Atami was, it's so beautiful. My impression of the Makie was really, really interesting. It's so beautiful. Miss International! 世界大会は12日に東京で行われます。